田中スコールズです。イージーハスミです。川越キッカーズです。立ち上がりいってイージースコ。さあ始まりました。いやもう始まってるんだよ、川越キッカーズ。そうです、川越キッカーズ。どうぞ皆さん、ご無沙汰。2024年6月ユーロ開幕。もうみんなね、あ、なんですか、ユーロコールあるんですか、なんか今。ユーロ2024って言うだけでしたね、はい、大変失礼しました。はい、多分ね、もうその顔を引かずファンの方々、そしてサッカー界、我々のチャンネル常に動向は見られてるじゃないですか。そうですね。で、なんでかって特に今回言われてたのは、大きな国際大会、まあメジャー大会、メジャー大会が行われる前にはみんな一回川越キッカーズ、そして田中スコールズさんのご予想を聞きたいということで、私の方にもたくさんの要望メール来ました。やっぱ俺か、あの、パウル君ね。パウル君。もうだからタコのパウル君。もうパウル君食べられちゃったんでしたっけ？もうタコ焼きにされて。まだ大丈夫ですね。はい。一応食べられてはいないんですね。生きてるんですね。はい。もうパウル君かスコール君が、予想するということで、あの、ワールドカップ全的中2期ですから。まあ全試合ね。全試合。まあ何回か。全試合出たんでしょ？だから、だんだん話を大きくしてません？あ、優勝国ですね。優勝国と、その、2023年の J リーグ開幕戦。開幕戦の、横浜 F マリノス対川崎フロンターレ。当てました。当てましたね。2対1です。ロスタイムに。2対1。なんか入って。はい、それはもう動画にもなってるんで、ウィナーも買ってるんで。だから、その、そもそも大会予想、そのワールドカップに話を戻しますと、2022年。はい。カタールワールドカップの時に、その時に川越キッカーズスタートして、まず優勝予想で、しかも、2人です。アルゼンチンとフランス、だから、アルゼンチン、フランスみたいになって、逆でしたっけ？アルゼンチン、フランス、ね。フランスですね。あ、すいません。で、決勝でしたもんね。そう。だから、2人とも当てるんですよ。で、メッシの、その大活躍も予言してたし、予言してた、当たり前ですし、全部当ててましたよね。ディマリアのゴールも当てたんだっけ、確か。まあ当ててた気がします、うん、気はするよね、ずっとね。気はする。だからそれでちょっと今サッカー界隈とかそういうところで予想屋として一回みんな聞いておきたいのよ、その。まあまあちょっと、まあ言っちゃうと、もう開幕戦はもう終わっちゃったんですけど。そうなんです。あの、ちょっとすいませんね、実はダマで行こうと思ったんですけど、やっぱそれはね、一応伝えておかないといけないのは、まあ自国開催、ドイツ自国開催ということで、ドイツ対スコットランドがもうやっちゃったんですけど、今朝、はい、今朝取り行われまして、まあ、だけどまだ間に合うんで、まだ間に合う。ユーロ2024完全優勝予想。じゃあ今のね、この時刻もちゃんと見せましょう。あ、これはもう言いましょう。さすがに、これが多かったんです、ワールドカップの時も。どうせ後取りだろうみたいな。はい、今6月15日、はい、20時ですね、約。約20時です。はい、まだ1試合しか終わってない。終わっておりません。はい、この状況で、まあ正直、しかも、まあね、ドイツ、スコットランドというのはスコア的にもその勝敗的にも予想はしやすい、まあ、そうですね、ないではない、その容易なゲームでしたから、まあ、ユーロなんて言ったら一番レベル高い可能性すら、めちゃくちゃレベル高い、やっぱ、まあ、言うてね、もサッカーの本場ってヨーロッパですから、やっぱりあのね、あのヤンコラの年からバロシュね、バロシュズのチェコ、うん、チェコのとかオランダ戦ね、2004とかギリシャがね優勝したり、ギリシャが優勝、塩決勝ね、ソクラテスとか、ね、ソクラテスの謎のヘディングから、あとなんだ、ユーロだって、まあ、2000年のユーロのイタリア、フランスの決勝ね、トレゼゲね、延長トレゼゲ、ボレーね、ボレー、叩きつけボレー、ね、叩きつけボレー、ズドンボレー、アンリとかビルトールとかピレスいた時、遡りますと、96が96が、ね、決勝チェコのチェコ優勝じゃない、下手したら。もう96はもうちょっと小調べてほしいわ。こうもう1、2年生なんで。確かね、あのね、フィーゴとか、ああいう世代が、あれはアンダー世代か。ポルトガルも結構良かったの。いや、確かね、チェコだと思う、決勝。チェコデンマークかな。96年って。あ、ドイツですね。あれ、え、なんか今フラグ立った急に。え、ドイツ？決勝相手どこよ。わかんないか。チェコ。ほら、そう、俺覚えてるの、チェコの赤いユニフォームで、そうそう、チェコ96年決勝までだ。でも逆に言うと、これ一つ、ギリシャの優勝、チェコの決勝、そう、一番ある種レベルの高い大会であるものの、バンクルやせは起きるんだよね。だからギリシャで誰も予想しなかったもんね。だから当時そういうブックメーカーとかスポーツベッドがあるのは大変なこともあっただろうけど、でまあ歴史をまあ遡ると、
2008がスペインか。スペインがね、あの時はもうちょっとスペインとかがもう強すぎる時代よね。だからもうワールドカップとかもあったり、バルサが流星期を迎え、そうだそうだそうだ、その流れでもうバルサレアルのメンバーがもうそのままそっくりね、アルゴラスだったかな、ね、言った、そうだわ、え、あれだでしょ、あのなんかヒゲ生えた、あれ違うか、あれロペスか、なんかでもいたね、その監督。あとポルトガルもなんか優勝したよね。ポルトガルが2016じゃない、もうクリローナが途中退場してもう監督より前出て、ああそうだそうだそうだ、サイドラインのとこでもう選手に指示出して、出てるわ、カリスマ性あるなみたいな。あ、だからちょっとそのそれぞれのやっぱ思い出のね、ユーロというか、あ、やっぱだからそれもう一個2004年で言うと、あのフィーゴとベッカムがポルトガル対イングランドで当たったの。で当時右サイド右サイドで、なんかそのどっちがすごいんだみたいな、あ、言われてる時に、それで結局フィーゴが勝ったの、ポルトガルが、フィーゴのとんでもないミドルシュートで。それで言ったらあれじゃない、そのルーニーをが退場して、うわ、ロナウドが当時マンチェスターのマンチェスターチームメイト同士のルーニーとロナウドが出てて、ルーニーにちょっとトラッシュトークみたいな、はいはい、したした、うん、受けて、ルーニーが切れてなんか退場して、ロナウドがウインクして、あったわ、ありました、切り取られてたわそこ、そうだわ。でもルーニーが切れて、お前マンチェスター戻ったらもうただじゃおかねえぞみたいな、なんか結局大丈夫だったのそれは、なんか後で確かもうロナウドももうそれでもうマンチェスター帰れないみたいな、あ、さすがにビビっちゃって、だけどファーガソンが間に入ってファーギーがで、サポーターとかにもうまく落ち着けようと説明して、でその後ロナウドがもうマンチェスターユナイテッドでも世界一の選手まで駆け上がるきっかけというかね。そうだよね、その時ってまだそこまで、まあすごかったけどね、すごい、まあ一期待の若手に過ぎなかったからね。でこれでいろいろ振り返っていきますと、前回大会が2020年になるってことですか。イタリアじゃないですか、イタリア、イングランドの PK だ。そう、要するに無冠のケイン、ここに再びのやつよね。そうです、あのケインが何のタイトルも取らないみたいなところもあって、あの要するに後半、ロスタイム、じゃない、間違えた、延長後半に最後、サウスゲート監督かがなぜか PK 要員でラッシュフォードとサカを入れたのよ、まあ、ある程度しかも若手ので、そのサカとラッシュフォードを PK 戦で5倍以内に蹴らしたのよ。でその2人が外して負けた。それは覚えてる、ドラマがあった。イタリアもなんか強かったよね。イタリアマンチーニかなんかだけど、謎っぽだったのが優勝した2年後のワールドカップで負けたんだよ。出てないのよね。なんであれイタリア強かったんだろうね。イタリアちょいちょいで、確かに2012とかも決勝行ってない、行ってるよね。あ、スペインに、あ、行ってる行ってる。あれポルトガルの決勝がどこだった。ポルトガル2回ぐらい行ってて、1回優勝の1回負けてるんだって。ああ、そう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 、ポルトガルの決勝があれだわ、ギリシャ。ああそうだ、もしかしたら。でロナウドが泣いて、そう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 、そうだ、クライベイビーみたいな、クライベイビーがそれで今度は大人になってチームを鼓舞して勝たせたみたいな。いや、ドラマがあるんですよ、いろんなドラマとか因縁とか。そしてこのね、田中スコルツさんもそこもデータとして弾き出せるんですよね。はい、あのサッカー以外の部分もデータにできる、その数値化できる、可視化できるんですよ。まあもう、じゃあもう担当者いいですか、これ。いっちゃいましょうか。やっぱもう見えてるんですか。もう決まってます。どちらですか。じゃあせーので言います。ああ、じゃあ一人ずつ言います。一応もう決まってますか。僕も一応まあ一個決まってます、ね、僕もじゃあ優勝予想、じゃあせーので、じゃあせーのでいきますか、うん、せーの、イングランド。おお、いやいや待って、いろんなものを可視化してデータ化して、ちょっとごめんなさい、これ、いやまあね、前回のカタールワールドカップのアルゼンチン予想はお見事、はい、あの要するに結構前評価も低かったし、今回のこんなイングランド、イングランドとおっしゃってましたよね。はい、いやゴリゴリの本命すぎてあのブックメーカーサイトみたいな、なんかニュースになったの見たんですよ。いやでも、いやじゃあね、ここでスコットランドとか言うのはもう違うじゃん。もういや負けてる、ね、オーロマンすぎる、オーロマンすぎるし、アルバニアとか違う、初出場みたいな、目立ちたいだけのやつというか。だから今のでジョージアさ滑ってるもんね、やっぱ硬く。でも言うてもフランスとかいる中で、いやでもさ、確かにそれこそドイツもいるし、スペインもいるし、ポルトガルもいるし、オランダもいるし、クロアチアもいるってなると、本命だけ本命か。そう、本命ばかりなのよ。あ、そっか、あ、ごめんなさい、なんかちょっと、ただこの人一番なんか、だから
本命ばかりの中でなぜイングランドなのかっていうのをちょっと、いや、理由聞いたら俺も少しは納得できるというか、もうそしたら盾を振るにしかないです、首を。もう先ほど言ってたケインの呪い。え、ケインの呪い、だケイン無冠の帝王、無冠の帝王じゃん。何だ、無理じゃん。じゃあだ昨シーズンケインどうなりました、今シーズンか。あ、トッテナム移籍したよ。トッテナムから上昇バイエルン、バイエルン10連覇しているチームに移籍して、うん、リーグ戦落としてんのよ。レバークーゼン、レバークーゼン、シャビアローソの無敗優勝。そんなのある？てか、ケインっていじられたりしてんのかな、もうそれ。なんかしてんじゃん、お前来たからだろとか。来た来た来たって。もしかしたらバイエルンの最初に出した時、温かく迎えられる意味でノイアとかのおにいじりされてるかもね。ちょっとやめてよケインちゃんみたいな、連覇止まっちゃうとか言われてる可能性あるよね。で本当にしちゃったからきつい。で前回大会も準優勝でしょ。そうだから、あの PK 戦でまさかの負けて、でカタールが、ベスト4ぐらい。そうそうそう、割とだから確かに近年のイングランド強いは強いんだよ。だからこのケインのこの溜まってんのよ、そのいやストックというか、ストックというか、だから溜まりすぎて、だってないんでしょ、なんも。それで言うとメッシもなのよ。メッシもそのクラブレベルではもうめちゃくちゃ優勝してたけど、まあチャンピオンズリーグもペップ時代2回か3回2回して、でライカルントの時も1回し してるよね。でリーグも勝って、あらゆるタイトルを取ってたけど、国際大会ではそんな優勝できてなかったの。それこそコパアメリカ2回連続決勝で負けたり、ワールドカップも負けたよね。ドイツワールドカップも、あ違う、ドイツじゃねえ、あれドイツか、あ違うドイツじゃねえ、なんだあれ、2016ぐらい、14年14か、だからブラジルか、ブラジルだ、ブラジルワールドカップも決勝でドイツにゲッツに決められて負けたりとか。ああ、ゲッツの V ゴールか。メッシもそういうの貯めて貯めての2022優勝だから、ケインも今貯まってます。しかもメッシってあれか、貯まった時のタイミングでコパも優勝してんだっけ。そう、コパ優勝しての勢いで無敗でそのままアルゼンチン優勝だから。しかもなんかコパとさ、ユーロチャンピオンが当たるなんとかカップみたいなのあんまんね。それも勝ったんだよね。そうそうそう。でそれでバランドールか。そう、ケインもだ今年、まあバイエルン行ったけど、個人レベルではバロンドールレベルの活躍してる。してるんだ。例えばタイトルがついてきてないからもちろんバロンドールないし、チャンピオンズリーグもまあ負けちゃって。だけど、だからここでもうようやくこのために溜め込んだのがグッていって、イングランド優勝。そんで、前回大会時よりも若手が成長してます。本当にそうだね。もうベリンガムが圧倒的にもう一人前になったし、ベリンガムがもうレアル行ってもうレアルの王になってるし、フォーデもプレミアの MVP だわ。いや、木は熟してんのよ。でサカもプレミアでもちろんね、もう大活躍。あ、でライスしかり、うわ、テグラライスもそうじゃん。もうアーセナルで最高の1年過ごして、だここでそんで、まあ、エースのケイン、ここで爆発するんじゃないか。え、で、まあ、カイル・ウォーカーいて、カイル・ウォーカーいて、でキーパーがシーマン、デビッド・シーマンいないわ、電撃復帰もう俺が行くしかねえなっつってバッてピックホードバッてどけて、白髪の挑発で、うん、たまに結んでたよな、あの人ね。ひげ、ひげ生えてんのに。だからもうイングランドがで、イングランドもメジャータイトルで言うと最後に優勝したの。何取ってんの？だからそれこそユーロじゃない。ユーロは一回取って、まあもちろんワールドカップ優勝してないのは有名だよね。うん、サッカーの母国イングランド。いや、60、ボビー・チャールドンとかでしたね、60。優勝はしてるんだ。で、なんかサッカーの母国イングランド、優勝はイングランドしてるの知らなかったわ。ボビーチャね。ボビーチャ。ボビー・チャールドンさん。だから、もうイングランド自体も溜まって。え、何年優勝してんの？こんだけサッカー界の最前線にもかかわらず。そう。だって、その、さ、あれでもしてないわけじゃん。ジェラード、ランパード、ベッカム。いやそうだね、我々のショートも出しましたね、なぜジェラードとランパードがずっとあんなにクラブレベルがすごいのに2人が噛み合わなかったのかっつったら、八百屋のせがれのランパードと肉好きの肉好きのジェラードが仲悪かった、仲悪かったからイングランドはずっと態度取れなかったって、ね、大嘘っぱちを言ったけどいや、あれ本当らしいですよ、やっぱり結構ね、バズ、そう、バズりましたよ。でもなんかあれ噂だと床屋は一緒だったらしいね、2人とも。ちょっと、そう、イングランド人みんなのちょっとね、ああいう全員あれ同じ床屋行ってる、行ってますね。最近イングランド選手さ、髪型みんなかっこいいよ、ね、かっこいいね、なんかおしゃれになってきたというか。イングランド優勝してないのよ、もしかしてずっとしてないよ。ユーロなし、ユーロもなし。いや、そのワールドカップ1回勝っただけ。いや、ワールドカップ1回勝っただけじゃない、
母国がよ、サッカーの母国イングランドが。でもやっぱ今プレミアってもう世界最強、いやもう間違いない、それは最強リーグで、やっぱいよいよ来ると思われる。いやそうだね、ベリンガム。あ、だからさ、スペインリーグの MVP ベリンガム、うん、プレミアム MVP フォーデン、フォーデン。あ、結構もうなんかでプレ、ブンデス得点をケイン、ケイン、あ、ケイン得点王なの、やば。いや相当点取ってたもんね。うわ、だから少し一抹の不安があるとしたらどこ、センターバックとか。いやでもいるんだろうな。あ、いるね、センターバックも。え、だからイングランドじゃないかなと。いや、イングランドっぽいな。なんか良かったわ、データのオッズが低いから言ったわけじゃなくて、ちゃんとしたいろいろなデータとヒストリーがあるわけね。いやもうまあ、ヒストリー、ロマン、ロマン枠でいきますもんね、うん、じゃないとアルゼンチンあの時当てれませんよね。当てれないですよ。ケイン36点取ってるからね。30だから、個人としても移籍大成功して呪いだけでか優勝逃したってこと。だからサッカーの神様いるとしたら、ここのイングランド優勝のためにちょっとごめん、もう一回優勝。なんかちょっといたずらな、サッカーの神様のいたずらってことね。そうだから、ケインとね、ジェロム・レバンナはね、優勝できないよ、ね、無冠の帝王ジェロム・レバンナ。ケインはここにします。ちょっと無冠の帝王って言われてる感じあるもんね、シルバーコレクター。そうわってことは、じゃあイングランド、で奥さん幼馴染でね。そうなんだよ、いいのよ、ちょっとちょっとかぽっちゃりしたね。なんか絶対なんかあれでしょ、あの女子飲み会で盛り上げてくれるタイプでしょ。そうあの中音率先して取ってくれそう。ガールズバーとかやってお笑い担当、お笑い担当よ。でなんかあの多分学生時代居酒屋とかでバイトしてたろうね。してた、いい子だよ。で結構ジョッキ持てるタイプ、持てるタイプ。じゃあ逆にドイツね、これ。ドイツしかないだろ。え、それもうそれこそさ、あのもしかしてなんですけど、ドブロックさん以来の、はい、もしかしてだけど、はい、開幕戦見て5-1強えじゃないよね、正直。これ本当に俺の名誉のために言うわ、こんなんなんか俺がサッカーしろって思われたくないから、うん、俺昨日まではフランスだったから。いやじゃあもうフランスの初戦見て変わる可能性あんじゃん。いいのドイツで逆に。僕はもうイングランドよ。正直あんまりドイツ調べできてなくて、なんなら俺選手あんま知らないけどイングランドだもん、ね、あ逆にね、逆に。いやちょっとドイツ調べできてなくて、俺結構なんかあまりにもあの勝ち方が気持ちよかったから、日本に負けたぐらいで止まってんのよ俺の中の。ドイツ1回ね、うん、あのワールドカップでもそうだけど練習試合でも勝ったじゃん、うん、ねえ、まあなんかナーゲルスマンとか監督帰ってきて、もうそんなのバイエルンでダメになったやつがオフルできただけでしょみたいな。で何そのムシアラとか、別にベリンガムよりは1個下でしょとかさ、なんかあのビルツ、うん、なんかレバークーゼンでシーズン大活躍 MVP だっけ。であのハフェルツがなんかあのアーセナルでちょっと活躍して、なんかそのボランチっぽいポジションだと思ったらなんかどうなのみたいなもんだから、なんかみんなどっちかって言ったらミラーとかもおじさんだし、でギュンドはもうなんかバルサ行って全然だし、でリュリが走り方変だし、でノイアレアルのボールこぼしてるし、もうないないと思ったのよ。昨日見たのよ、朝、今日スコットランド戦優勝ドイツ。いやでもドイツもドラマあるのよ。それもクロースの最後の国際大会、そうだ、サッカー選手としてのも引退。あ、そうじゃん。だからまあ言ったら俺そのレアル大好きだから、うん、今回そのちょっと結構感動的なあのチャンピオンズリーグ優勝までの流れと、でここでクロースが優勝してバロンドールで引退っていう、いやこれね本当バロンドール問題出てて、あのビニシウスなのよこのまま行くと、うん、まあレアルなんだけど、なのにこれクロースがユーロ取った場合、多分マジでクロースありえるわ。でああいうタイプのね選手が、でしかも引退時に取るっていう、このビニシウスなんてここからいくらでも取れるじゃん。だからうわっと今までもうパスをつないできた選手がもうなんか取ってほしいね。パスをつないでいろんな選手を生かしてアシストしてきた選手が最後に自分でこうバロンドールっていう栄誉でその選手生活をゴールするっていう。え待って、お逆にドイツなぐらいよ、もうなんか今ちょっとジーンときたわ。しかもモドリッチ取ってるしね、バロンドール。なおかつうわそのビルツ、ビルツっていう超新星が2人も現れてる。え桜木とルカワみたいな、みたいな2人同時に。いや待って、俺もねそういつも田中のロマンに騙されてきてんの。いやめちゃくちゃ熱いわそれ。しかも我らがあの
風俗待合室爪切りに行きこと森保監督率いる日本にボコされてからのこの復活劇だからめちゃくちゃ1個エピソード強いの持ってるじゃん。ゲルマン魂がここに来て魂なんだよね。そうだからベテランの最後の引退に向けた花向けを作るために超新星2人うわで、まあ、中堅どころとか一体になったドイツが開幕戦でこう、これは確かにあの結束力固まった時のドイツはやばいぞ。でもどん底まで日本に負けるなんて本当にどん底見てるもんね。もうフリックでもどん底まで落ちてからのこの V 字回復で優勝でこのままこのドイツイングランドが決勝で当たる。見えるわ。見えるのよ。絵が見えるわ。ただ大丈夫、あフランスもいるしクロアチアもいるスペインもいる。そこの中で選べてんだもんね。クロースバロンドール取ってほしいわ。トニークロース、まあしかもちょっとこれは僕はもうクロース派でありレアル派でありなんかそういう派であるから僕の一意見として受け取ってほしいんだけど、クロースが誰よりもまあサッカー界のサウジアラビアカタールリーグへのあオイルマネーねサウジアラビアリーグへの流出を唯一面と向かって言ったからね。意味ねえだろって金にお前ら踊らされるのかよ。いいんだよクロースってなんかやっぱちょっとねご意見まではないけどはっきりものを言っちゃうっていうのがあのキャラクターとして面白いのよ。時々ねもう口悪すぎる口悪すぎるあの人は平気で悪口言うじゃん。でも俺は嬉しかったそのサウジアラビア、おい金で行くのかよお前らみたいな。したらまさかのその言った宣言通りか分かんないけど最高潮で辞めるっていうさ、まあ、ここでね一個裏切って優勝してバロンドール得て大金でサウジ行くいやいやダサいダサい大畜生の可能性もありますよ。それで大畜生でまたかっこいいみたいなね粋なねアンサー。あでもこれドイツだわ。いやイングランドもあるよ。だからケインの呪いかクロースの歓喜かその最後ラストダンスクロースラストダンスか。言うてもフランスも強いよエムバッペグリーズマンジルージルーももしかしたら代表ラストだねもうこれね年齢的に一緒だし。だから2018からの地続きでそうだよな。こうなったらすごいなフランスって。でまあ決勝のクエストもあるしなワールドカップの。まあじゃああるわ。でスペインもまあ強えよ。まあだから不安があるとしたらフォワードがモラタぐらい。まあモラタでも結構調子いいんだよな今な。まあでもいるかいくらでもいるもんな選手。でギリシャみたいなねダークホースがだから分かんないですけどまあ我々としてはイングランド、ドイツ。ドイツだね。もうこれ別に全然ストレートに見えてストレートじゃないあれだね。まあ包むにつれてどこの試合予想とかもじゃあいろいろねあの多分多いと思うんでコメント欄とかでも予想してくださいと、はい、まあね解説とかもしますしね。しましょう。あの長谷部さんが決まったみたいなんで。あなるほど。決勝もあの開幕戦もやってたんで整えにき、はい整えにきがなんで我々もおそらくまあアベマさんから声がかからない場合は我々が自主的にアベマとの、世界初同時解説、はい、やらせていただきたいということで生配信もお楽しみにしていただければということで次回顔越えキッカーズもキックオフ。